続いては町の情報をワイドな視点でお伝えするあら町ワイド。6つのジャンルから毎回異なる視点で町の情報をお届けします。さあ今回取り上げるジャンルはこちら、職人に弟子入りです。ものづくりの町荒川、伝統工芸品から工業用の機械、そして私たちの生活に身近な製品とたくさんのものが荒川の地で作られています。そんな荒川区のものづくりを牽引する職人の皆さんの技術と素顔に迫るこのコーナー、今回は犬張子の田中作則さんに弟子入り。祖父の代から3代続く犬張子職人の田中さん、荒川区指定無形文化財保持者として60年以上の長きにわたり犬張子を作り続けています。そして田中さんに弟子入りさせてもらうのはリポーターの入江舞です。今年は犬年ということで犬張子作りに挑戦です。張子ってそもそも何でしょう。でもなんだか縁起が良さそうですね。頑張ります。西日暮里4丁目にやってきました。この辺りに田中さんの工房があるということなんですが、あ、田中という表札がありますね。犬張子とあります。ここですね、行ってみましょう。こんにちは。あ、こんにちは。田中作則さんですか。はい、今回弟子入りさせていただきます入江です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いします。あの入ってすぐこちらにずらーっと並んでいるのが犬張子ですか。はい、そうですね。はい、いや、いろんな大きさがあって可愛らしいですね。あの普段田中さんはお弟子さんを取られていないということなんですけれども、うん、はい、今回は特別にご指導いただけるということで、はい、ありがとうございます。頑張ってください。はい、もう右も左も分からない初心者なんですけれども、どうぞよろしくお願いいたします。はい、そもそもこの犬張子というものがどういうものなのかお伺いしたいんですけれども、うん、はい、まずは張子というものはどういったものなんですか。あの張子ってね、昔の張子は紙ね、紙をこうあの合わせて、はい、それであの、うん、や作ったものですよね。紙なんですよ。はい、であの私作ってるのは、はい、あのこの、あの陶塑って木、うん、霧ですね。霧の音楽図を集めて、はい、それであの下地を作ったものですから。あ、じゃあそもそもそういった張子というものがある中で、うん、師匠が作っていらっしゃるものはちょっと特別な感じがしますね。うん、そうですね。これであの犬張子作ると、うん、帰っても高くついてダメなんだよね。高くついちゃってね。あの昔のお人形さんっていうのは、はい、あそこにあるでしょ、あの素材で作ったものなんですよ、頭を。うん、あれと同じですから。はい、やはり張子、お人形でまず間違いはないですか。すいません、確認させていただきたいんですけれども、うん、 うちあたりはそのつもりで作ってるんですよ。はい、なんとかこう綺麗に、ね、作ろうかなっていう感じで。で今はこの犬張子というのはどういう使われ方をしているというか、あるんでしょうか。うん、そうですね、これあの、まあ、一番わかりやすいのは、はい、赤ちゃんが生まれた時にあの出産祝いに使う、犬にあやかって犬のように丈夫に育つように、うん、そういうことなんですよ。それとまたあの女性ですとね、はい、あの嫁に行くときにこれを持って嫁に行くと、早く子供ができやすいよ、するとそれでそのうちが存続してこう長くこう続くよっていう感じですね。あ、そういう願いが込められているものでもあるんですね。
師匠、この犬張子が完成するまでたくさんの工程があるそうなんですけれども、うん、こうどういった工程で踏まえて完成していくんですか？いや、下地はもう下地からですから、はい、下地をきれいにしてまずやりますね。下地がきれいに、下地をこうきれいにして、下地をきれいにする、ね、それでペーパーかけたりして、はい、でその上に今度和紙を貼って、はい、和紙を貼って今度5分を塗っていくんですよ。5分を塗っていく、うん、5分っていうのは牡蠣の貝殻を粉にしたものですね。あ、へえ、ね、あ、この白い部分っていうのはその5分なんですか？そう、5分です。5分、あの最初の地塗りをする、はい、その次は中塗りをする。中塗りをする、うん、はい、それが乾いたら今度は、はい、あの上塗りをしなくちゃならない。あ、さらに3段階目の上塗りというのがあるんですね。そうなんですよ。その上塗りをしてからこうやって描いていく。ちなみに今回師匠に見せていただけるのはどういう作業なんですか？うんうん、まずこれを、はい、ここまでやってあるのをこれから今度ね、はい、ヒゲをやってみようと思ってる。お、顔を描いていく、うん、これ、はい、これでね、はい、いいですか？お、早速見せていただけますか？はい、はい、まずこの横を乗っけてね、はい、回すようにして、書く、うまく書くポイントというかコツっていうのはありますか？うん、やっぱり数やんなくちゃダメだね。数をやる。嫌がらないね。今は勢いがありましたけれども、うん、ねえ、だけどこれでもね、長くやってるとこうちょっとこれこの顔にしては太いなとかね。あ、これが、ええ、もうちょっとね、細くした方がいいなっていう感じ。特に今回今見せていただいた工程っていうのは、うん、やはり表情が決まるわけですよね。そうです。重要なところですよね。うん、ね、ヒゲなんかは一番重要なところだもんね。やはりヒゲが重要。うん、いやいや、だってあなただってそうでしょ。これが重要でしょ。あ、まあ、眉毛のあたりだったりとか。うん、では早速体験ということなんですけれども、今こういった状態で完成品とあとちょっとお顔の途中がありますが、師匠、今回私が挑戦させていただくのはどの部分ですか？うん、まずその次から口からですね。あ、口の部分から、うん、この部分です。はい、では早速師匠、はい、お手本を書き方を教えてください。はい、先をこう下地から下の方から、はい、まずこの横の部分から、うん、ここからね、はい、こっちの方からこういうふうにこうやって下に、それから今度下からこういうふうに、はい、下から来て逆側に行く、うん、はい、それからあとちょんちょん鼻の周りにちょんちょん、簡単ですよ、簡単。はい、わかりました。ここから、あ、下に行く、すでに太いです。あ、手が震える。よいしょ、あともう一個、こんな感じで、はい、できました。続いてはどの部分でしょうか？はい、眉毛と、はい、ヒゲね。眉毛とヒゲの部分、うんうん、先ほどよりかはちょっと筆先が細くなった感じですかね。ありましたね、はい、そう、これを細くするからです。やはり細い線がいいんですね。ね、はい、はい、こっちは目頭から描く、描きます。ちょっと短めに、あ、
あ、すごいことになっている。でも師匠、こんな顔になってしまいました。いいんじゃない上手だよ。まず線が何々しております、うん、そして全くの左右非対称になりました。眉毛とひげの間をシュッと、うん、こういう風に滑らかなのがいいんですね、うん、スーッといかない、スーッという感じがいいんですね、わ、うん、かりました。じゃあスーッというひげを目指して やってください、はい、なかなかハードル上がってるような気がしますけれどもわかりました、ありがとうございます。シュッそしてで、もう一本シュッと、そして斜めにシュッと、あー手が震えます。で、師匠出来上がりました。うまくいったよ。うまくいってます。初めてでした。本当ですか。そうです。いやいや、で毎日毎日私みたいに練習させられたらあれでものすごくうまくなっちゃう。素質は、うん、あるよ。本当ですか、うん、ありがとうございます。いきます。ここかな。丸になった。よかった。ここから、うん、で、つなげると。で、つなげる。で、あ、シュッといっちゃいました。よいしょ。よいしょ。洋服汚したら大変だ。こうして、よいしょ、OK、楕円を描きました、はい、できた。出来上がりました。いや、やはりこの曲がっているところにこう書くというのはすごい難しかったですね。あと左右対称になかなかならない。やはりこれは伝統と匠の技というのを非常に感じました。ありがとうございました。ちなみに師匠、はい、今日の私の弟子としての評価をいただけますか、うん、いや、よくやってくれましたよ。、うん、まあ、7、80点かな、100点ぐらいかな、ね、ほぼ100 点、うん、100点。本当ですか。だってこれ、はい、大概な人は、はい、こう持っちゃったり、うん、大概黒くなるのが普通なんだよね、でこれだけかけたら大変なもんですよ。はい、うん、持っちゃダメ。ありがとうございます。いや、でもすごく愛着が湧きます ね、うん、ね、心を込めて書くというところが、うん、そう、はい。師匠にとって犬張り子とは、最後にお聞かせください。そうですね。いや、とはって言われても分かんないんだけどさ。嬉しい瞬間っていうとね、あのやっぱりあの喜んで買ってってくれる。かわいいわねっていう感じですね。かわいいわねという一言が、うんうん。そうですね。そうやって買ってってくれる人もいれば、まああの、60年以上経ったものをね、うちまで持ってきて直してくれなんて人もいます。そうなんですか。この間そうしていましたね、2人いましたよ、
これからも田中さんらしい、うん、師匠らしい犬張り子作りということですよね。本当に今日はあの貴重な経験をさせていただきました。不甲斐ない弟子でしたけれども、本日はどうも楽しく指導していただきまして、どうもありがとうございました。ありがとう。職人に弟子入り、今回は犬張り子職人の田中作則さんに弟子入りさせていただきました。田中さん、ありがとうございました。